い、どうも皆さん、こんばんは。こんにちは、こんばんは。こんにちは。プレイルームのパオです。伊藤です。さてさて、なんかこう、周年とか、はい、こうめでたい区切りあるじゃないですか。あるね。で、我々にも、いつか来ると信じたい、周年があるわけじゃないですか。はい。まあ、こうやって YouTube、活動している中でですね、うん、まあ、登録者数などなどがこう増えてきたときに、はい、まあ、何かやりたいなと。ああ、なるほど。うん。イベントってこと？そういうこと。あ、周年イベントみたいな。そういうことです。ああ、気が早いね。いや、いいでしょう。なんかこう、そういうことを考えないと、こうね、自分たちのモチベーションもなかなかね、なるほど、上がらないのではないかと思ったりするわけですよ。で、まあ、今、まあ、3桁台前半みたいなとこあるじゃないですか。まあ、確かに、うん。で、次の区切りとしてはどうでしょう、うん、なんか次の区切り、まあ、一旦は1000じゃないの？あ、そうです。500とか、こう、ね、ハーフアニバーサリー的な。あ、なるほどね。ちょっとこう。すごい気の早い話をする気がするけど。まあ、うん。とかね、まあまあ、でも普通に考えたら1000ですよ。まあね。はい。で、まあ、登録者数1000人。はい、行ったら、うん、何しましょうっていうのをちょっと考えましょう。ああ、イベント的な話ね。そうそうそう、何するやろな。でも、あの、もともと、うん、あのね、このインスタライブをちょいちょいやってて、はい、1000人行ったら私はオリジナル T シャツを作りますっていう話をしてて、おお、グッズですか。そう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 、それもまた気の早い話です、ね、そう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 っていう話をしてたんやけど、うん、まあまあ全然無理やろね。まあいいでしょう、あの、準備期間が長く取れるというメリットがあるので、うん、なんで、グッズを作りたいってこと。まあ、グッズっていうか T シャツ。T シャツね。ああ、うん。まあ、T シャツを作りたいと。はい。もう、こぞって寝巻きにしてほしい。外で着るとか一切せずに。まあ、そういう意味ではあるよね。タオルでもいいよね。タオルか。うん、あ、まあ、実用性はあるけどね。で、持ち歩けるやん。ああ。うん。いや、もう T シャツでも、コンビニ寝巻き用って書いて、プリントしたい。あの、T シャツ作成実績はあるので、うん、確かに。その辺は、あの、言っていただければ、あの、手配はしますので、なるほど、デザインも一緒に考えましょう。確かに。いいですね。じゃあ、うん、T シャツは一つ、まあ、やる方法で考えましょう。かっこいいデザイナーさんも結構いるからね。ああ、確かに。そうよ。もう、そういう方々の協力を仰ぎまくってですね、はい、ちょっとこじゃれた、かつ、こうね。いや、でもコンビニと寝巻きはやな。あ、そう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 。そこのコンセプトは崩さずに、そう。うん、これ金のみたいな感じにはならないような、そう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 、よくあのさ、アイドルとか、うん、あのアーティストさんのさ、うん、やつって結構なんかそのライブ以外であんま着ることってなさそうなデザインが多いじゃない。多いね。とかなんかもうバーンってデカデカとなんかこれですみたいな、うん、のじゃない方がいい。何年何月何日どこどこのライブみたいな入ってるんでしょ。とかなんかもうそれって一発で見たら分かるような、ライブの時はいいやん、一体感があるから、うん、けどなんか普通の普段着に着るときってちょっと選ぶと思うのよね。なるほど。だから、あの、だから完璧に選ばなくていいのってやっぱね、コンビニ行くときなんですよ。なるほどね、確かに。もう確かに寝巻きと部屋着のこの、寝巻きとまではいかへんけど、部屋着の、あの、延長、なんか部屋着に何か羽織るぐらいの感じで。そう、そう、それでいけるのが最強やと思う。うんうん、いいよね。もう兼用って最高だね。そういうコンセプトで作りたいと思います。いい T シャツですね、作りましょう。はい、はい、他には何か。そうですね、このラジオ、まあひっそりとホテルで撮ることが多いんですが、まあちょっと、うん、公開収録とか言っても、あ、なるほど、こう完全にイベントや、まあ、その1000人程度じゃ、あの、登録者数1000人程度じゃ、うん、まあそんなに人も待ってくれないだろう。まあそうやね、来て2、30人じゃん。なので、うん、気分だけでも公開収録感をこう味わおうということで、うん、ちょっとホテルじゃないところで収録するっていう。どういうこと？え？もうなんか公園とかのワイワイガヤガヤしてる屋外で撮ると、まあ、あの、公開収録気分は味わえるんじゃないかなと。でもなんかあれやで、笑い声とか一切ないんやで。ないない、ガヤガヤしてるだけよ。あ、そう、そのガヤガヤ感の中でちょっと撮ってみるみたいなね。なるほど。とかね。まあそういう、まだこうね、人をに来てもらうっていうのはなかなか難しいと思うので。でもなんか、あの、誰も来なくていいからイベントしたいよね。今こう、密やらなんやらって結構言われてるんで、なかなかイベントは難しい。箱借りて。箱借りて。アホやろ。すごいな。
でそれをそのラジオ収録なんだけどこう映像でも撮っといて、うん、寂しいだいぶやばいよその企画とかね。いやまあ一応告知はするよ、告知はしてあの、うん、どうぞ来てくださいと。あ、無料で招待しますよ。あ、そう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 。マジ？一応定員は決めよう、定員は決めよう、うん、だから本当にその箱っていうかそのカフェとかそんなところでいいですよ。え、なんかそれ大丈夫？え？あれカフェを借り切ってってこと？あ、そう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 。なるほどね。うん、なんか箱貸し切るって結構大掛かりじゃないですか。でもなんかさ、その場合さ、うん、0か100かじゃないと面白くなくなる。なんか例えばその30人入れますって言って5人ぐらい来た時、うん、あ、微妙やね、確かに。やばない、俺らもなんかすごい、ね、来てくれた人を見る。なんか俺らダンスイベント一応やった時期やったやん。あったあったあった あの時にさ、どうやったっけな、アークデュアークデュアねの時のやばさ、あれ尋常じゃなかった、ね、あれぐらいじゃなかった、なんかどっかのイベントとかぶっちゃって、そう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 みたいなんで、あんまりこう来ない。1回目はめっちゃ人来てくれてすごく盛り上がって、2回目打ったら他のイベントと大かぶりして、そうそうそう大失敗したっていう、なんか意味不明な意味不明な状態にならへんかな。 あれに似た空気に見えへんかな。なるほどね、確かに確かに。じゃあちょっとそのイベントのやり方はちょっと考えよう、ちょっと考えよう、ちょっと考えよう。じゃあまあそのイベントをやったとして、うん、どういうコンセプトというか、あのどういうコンテンツか、コンテンツをどんなん入れる。まあ周年やし、ちょっとこういつもみたいなこうバグっとしたテーマじゃなくて、うん、もうちょっと先のあるやつ、あの話とか、あの先のある話、ああもうだからこの先々どうしたいかっていうところと、あと、うん、そのまあリスナーさんとこうやり取りできるような、まあ、ちょっとインタラクティブな感じでできればいいなと。あ、だからそれは別に直接その場にいてくれてなくても、ほう、そのインスタライブなり、なるほどね、うん、ツイッターのライブなりで、はいはい、うん、その場その場でこう質問を受け付けますみたいな。だったらみんな来やすいと思う。確かに、うん、こじんまりとしてるけど、まあでも今のタイミングに即してるのはそっちなのか。もしくはそのいつもと違う場所を借りて、うん、そのライブ配信的な感じを一回やってみる。なるほど、うん、それこそ YouTube ライブとかってできるのかな。あ、そう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 、そんな感じで。全くあの分かってないけど、どれがどうなってみたいなの。だから初の YouTube ライブを、うん、その周年のタイミングでやってみる、うんうん、あ、事前告知してね、完全に。そう、そう、あ、だったらそのイベントをやるよりかは聞いていただけそうな感じします。確かに、なるほど、うん、まあ、そのコンテンツを何にするかやなと。そうやな。あ、だからまあ一つはその今までその動画とかラジオでコメント欄にコメントお願いしますとかは言ってるけど、うん、そのリアルタイムでやり取りしたものってないじゃない。確かに、うん、それはやりたい。だから、なるほど、うん、質問を受け付けますみたいな、はいはい、聞きたいことを聞いてくれたら、はいはい、うん、答える範囲で答えますっていう。なるほど、うん、質問大会。そうそう、リスナーさんとやり取りできる場を持ちたい。あ、それなんか執念っぽくない？確かに。まあ今ちょっとあのインスタライブとかそのこっちの配信系イベントにちょっと話がいっちゃったけど、うん、もし普通になんかカフェなりなんなりでイベントした時はもう、うん、俺は完全にあのお好み焼きを作ってみんなに振る舞いたい。お手製料理ね。そうそう、保健所のあれとかめっちゃめんどくさそうだけど。今この時期特にね。そうそうそう、めっちゃめんどくさそうだけど、なんか作りたい。なんかみんなで料理作って。そうだね、なんかみんなでこう立食パーティー的な。そうそう、なんやったらあのパーフェクトシリーズのやつをみんなに食わして。ああ、なるほどなるほど。そうかそうか、今までやってきた企画のものを俺、そうそう、巻き込む。あのね、まずあのフィレオ寿司をマジで振る舞いたい。それはめっちゃいいな、ね。フィレオ寿司はマジで食べてもらいたい。そうだよ、うん、今までここまで動画でやってきた企画の中で本当に食べてほしいものって、どれも食べてほしいんだけど、フィレオ寿司と牛タン。はい、で牛タンはでもそのちょっと味が想像できるというか、まあいやそうやな、美味しい牛タンや。そう、美味しい牛タンや、うん、美味しい牛タンに美味しいインスタント麺っていう組み合わせなんで、まあ想像は確かに生み出した感はないよね。できると思うけど、フィレオ寿司はマジで食べてほしい。あれは美味しいよ、うん、最高だったな。やし、なんか会場を借りるとか配信をするんであれば、まあそこでその作った T シャツを抽選なり販売なりすることをしてもいいし、うん、はい、で、まあ、フィレオフィッシュ寿司をもう一回その配信内で作る。ただ我々が食べたいだけなんですけど、ね、美味しかったもんね。美味しいし腹持ちいいし全然お腹空かへんかったもんね。確かに次の日の朝とか全然、うん、まだいいわとかって言ってた気がする。そうそう、
全然あの朝食いらずってね。そうだね、まあ、うん、料理とかなんかそういうみんなでやってみる系チャレンジを考えてみてもいいかもね。うん、いいと思う。こう何やろ、公開収録でしょ、うん、その料理でしょ、うん、その何やろ、 T シャツでしょ、 T シャツやろ、まだなんかいろいろ考えたら出てきそうだけど。そうね、まあ、皆さんやってるけどプレゼント企画、ちょ、何かあげれるものあるかっていうとちょっと考えないといけないんですけど、あげれるものか、うん、なんかあるかで、みんなで打ち上げ行くのいいですね。そういいですね、そこまでが一つの流れですね。ゆるいな。まあね、あの1000人なんでゆるっとやりましょう。そうだね、うん、まだまだまだです、まだまだです、まだまだですね、まだまだです。はい、皆さんもなんか宣伝とかしていただいたら嬉しいです。そうです、いいイベントにしたいので。はい、まあ、いろいろと、考え出すと止まらなくなるので、はい、できることは多分限られると思うんで、またまた、今日出たアイディアの中からえりすぐって、はい、逆に困難してほしいっていう、お、出ました、ね、コメントをください。なるほどね、ぜひとも。それはお待ちしてます。はい、はい、コメント欄によろしくお願いします。はい、ということで1000人目指して頑張りましょう。頑張りましょう。はい、ということで本日はこの辺で、はい、お相手はプレルームのこと伊藤でした。またね、バイバーイ。